おはようございます。おはようございます。今築山神社に来ているんですが、築山神社の石、ここにあるの初めて見たの？初めて見ました。まだここら辺は歩いてないので、こんな石があるなんてね、すごいね。そうですね、築山神社ができた、ね、今日は、どっちのルートもえちゃんは行くのかな？私は山の方のルート、じゃあ小川のあるルートだ ね、 ね。じゃあ子供たちと、水のところ気をつけていってください。みんな出発していきます。こちらは山チーム、海チームですね。海チームの9名でございます。10時53分築山神社を出発いたしました。ちょっと先生が押してあげます。お遍路さんへ88カ所頑張ってください。川とかあるのはね、山側の道だね。こっちはね、急坂があったりとか、橋を渡ったりとか、こちらもなかなか冒険だからね。橋もあるわ。まだうん、まだもうちょっとあるかな。あれがなくなったけど。あ、まだかやん。こっちも。遍路さんへ。88カ所の寺を回るのは大変ですね。はい。今3年生、白組チームはお休みした子の分をね、つけています。オンカミノというタイ語で、いい旅を、良い旅を、はい、途中どうぞ。どうですか？私は東京なんです。あの人は横浜で。おお、一緒だ。一緒に来たんじゃなくて、あの旅連れで。ありがとうね。はい、はい、頑張ってください。してゆく会うことはできないけれど応援しています。小さな文字の書かれた札が背中を押して瞳に心に力をくれた。歩け歩け、ただ前を見て、さあ次の一歩を踏み
み出そう。雨の日、風の日、嵐の日、空も道もあなたに続く。必ず未来にあなたに会える。台風過ぎれば、白組チームも頑張りました。海に到着です。日が続いてる柏島まで歩けそうな輝く月の道、月光桜が見守って 1,200 年の道、今を生きる子供たちの言葉が未来へつなぐ。大月遍路のしるべ札、四国の道をつなぐ。手書きの文字の書かれた札が勇気をくれて、踏み出す足に力をくれた。進め進め、ただ前を見て、さあ次の一歩を踏み出そう。春も夏も秋も冬にも巡る祈りはあなたに続く。まっすぐ笑顔のあなたに会える。疲れたら休んでいいんだよ、ここで泣いても立ち止まっても。桜、ひまわり、コスモスも諦めないで止まっている。四国の空に太陽が眩しく刺す道、ありがとうございました。ただ前を見て、さあ次の一歩を踏み出そう。雨の日、風の日、嵐の日、空も道もあなたに続く。必ず未来にあなたに会える。なかなか楽しいお遍路授業で、恒例となりつつ、恒例だ、来年も再来年もまたよろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。続いて松村先生。はい、彼ら彼女らのおかげで少し若返りました。ですよ。ありがとうございました。はい、続いて、はい、とても楽しかったです。ありがとうございました。また来年行きます。あ、ありがとう、萌ちゃん。はい、先生、お疲れ様でした。今年は増水の関係でちょっと、ワイルドでしたけど、大変思い出になったと思います。はい、川を歩いた赤組さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。小川のおんぶで抱くの、はい、楽しかったです。ありがとうございました。白組の皆さん、下り坂を歩いて尻餅をついたり、滑り落ちそうになってキャーキャー言いながらも楽しかったです。木のトンネルを通って頑張ってくれました。また皆さんお会いしましょう。大月小学校の3年生の皆さん、とっても楽しかったです。ありがとうございました。これからもお遍路授業楽しく受けてください。で、後輩たちにも教えてあげてください。これから進級していくのでね。はい、ありがとうございました。そして、先達さんやいろんな方と関わった感想はどうでしょう。それはもうあれですよ、僕なんか1年生ですから、何にもわからないですから、いろいろ昨日宿の方で教えてもらいました。はい、OK。いや、これからも素敵な作品待ってます。はい、鴨先生、ありがとうございました。いや、気をつけて。また、はい、また大月遊びに来てくださいね。